私が研究しているのは私たちが住む宇宙の成り立ちです。宇宙は約140億年前にビッグバンと呼ばれる爆発を起こして膨張を始めて、ミクロな大きさから今の数百億光年を超える大きさにまで広がってきました。そのビッグバンの最中やさらにその前の宇宙の原始時代といえる頃の姿を明らかにしたいと思っています。原始時代の宇宙がビッグバンと呼ばれているのは高温の火の玉のような状態だったからです。今の宇宙とは違って全ての物質は原子核よりも小さい素粒子に粉々にされていて、光の速さで飛び回っていたと考えられています。当時の様子を詳しく知ろうと思ったら、その頃にできた化石のような存在を現在の宇宙で探さなければなりません。地層から出てくる化石で昔の地球の気温や大気の様子を知るのと同じようなことです。私が注目している原始宇宙の化石はその頃にできたブラックホールと重力波です。ブラックホールというのは物が一旦吸い込まれたら逃げられないような強い引力を持った天体で、重力波というのは空間の歪みが伝わる波のことです。私のしている研究はこれらを探す方法を相対性理論や素粒子物理学の知識を使って考えることだと言えます。ブラックホールの研究の方についてお話しします。ブラックホールの蒸発という不思議な現象に注目しています。これは高名な物理学者のホーキングが理論的に予言した現象で、ブラックホールというと普通は物を吸い込むのですが、逆に様々な粒子を放出するとされています。粒子を放出し続けるとブラックホールは軽くなり、最後には消えてしまうかもしれません。宇宙でブラックホールが蒸発すると明るく光り輝いたり、宇宙線と呼ばれる粒子を放出してそれが地球にやってくるような可能性があります。私は宇宙にあるブラックホールを探すためにそういう現象を理論的に計算する研究をしています。原始の宇宙でできたかもしれないブラックホールを探しているのはなぜなのかと思われると思います。ブラックホールというのは物と物が強い重力で引き寄せ合って潰れた結果としてできるものなので、ブラックホールがどのくらい作られたのかが分かると、少し雑な表現ですが原始の宇宙がどのくらいデコボコした姿だったかが分かるという仕組みです。宇宙がどのくらいデコボコしていたのかが分かると宇宙を作り出したメカニズムまで分かってくるかもしれないと言われています。私が自分でやっている研究は紙に数式を書いたりコンピューターで計算する理論的な計算ですが、宇宙の観測や実験をしている物理学者や天文学者たちも大勢いて、彼らによってどんどん新しい発見がどんどん得られる時代になっています。例えばニュースなどで聞いたことがあるかもしれませんが、2015年に人類の観測装置で初めて重力波を検出することができました。これは遠くの宇宙でブラックホール同士が衝突した時に爆発的に放射されたもので、その後も同じような重力波がたくさん見つかっています。他にも宇宙から来る電磁波や先ほど言ったような宇宙船の観測も日々着実に進歩していて、非常に精密かつ詳細に観測されるようになってきています。観測の進歩に負けないように私の方でも理論計算をより詳しくするように改善しています。近い将来に原始宇宙の化石であるブラックホールや重力波がどこかで見つかるかもしれないと期待しています。原始の宇宙でできたブラックホールは宇宙物理学の謎になっている宇宙のダークマターの正体である可能性があって、もしそういうブラックホールを見つけることができれば同時にダークマターの謎も解けること